はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは。留学男5プレステ4リメイクなんですけど、第4部、品田達夫編の、サブストーリーいきたいと思います。このどっちだな、こっちかな、こっち。おい。ああ、たっちゃん、ちょうどよかった。おみやさんにいい話があるんだわ。いい話？いいね。何何？実はよ、飲み屋で知り合った社長ユンが社員として師匠を探してるって言うんだわ。で、採用の条件っちゅうのが、がたいと愛想のいい一人もんの30代だっちゅうんで、すぐに思いついたんがあんたっちゅうわけ。愛想のいいってのはわかるけど、なんで秘書にがたいの良さが求められるわけ？さあね、もしかすると用心棒みたいなことも兼ねてるんじゃないにゃかね。一応履歴書を見て、形式的な面接をさせてもらうっちゅうことだけど、給料は水準以上に出せるってよ。それとな、おみやさんが今、風俗ライターやっとるっちゅう話も伝えたんだが、それでも問題ないって言うんだわ。めったにないいい話みたいだけど、受けてみたらどうよ。結構借金溜まってるんでしょうが。社員を探してるって、正社員で採用ってこと？そうよ。今より収入も安定するだろうし、悪い話じゃないでしょう。あんまり大きな会社じゃにゃーけど、まっとうな堅気の会社だで。堅気の会社の社長が用心棒なんて必要ないんじゃない？用心棒ってとは当てずっぽうだがね。だがたっちゃんさえ、もしよかったら俺の方から聞くけど、確かに悪い話じゃないかもな。どうしよっかな。それじゃお願いしてみようかな。面接を受けてみるよ。ほうか。それじゃまず履歴書を作らんといかんがね。うちの雇用の用紙があるから書いてみて。ふむふむ。名前、住所、年齢に学歴、職歴。あとは、入社の志望動機ね。そういえば店長、その会社って何やってんの？食品加工中取ったよ。食品加工か。全然よく知らないな。ま、適当に書くしかないか。どういう志望動機にしようか。社風に惹かれ、社長の人柄に評判を聞いて。これでいこうか。社長のお人柄に評判を聞いてと。会ったことないのに、あんたいい気加減だで。だから評判聞いてって書いてるじゃない。まあそうだけど。次に趣味、特技ね。こういうのはでっち上げなくてもいいかな。さて、なんて書こう。前の部屋に自信ある。行こう。よく言うやん、バッティングセンターに行かんと。あの両脇の用心棒みたいなの、なんだここって。本当に堅気の会社？歴史は呼ばせてもらってよ、品田君。私はここの社長で江頭だ。それじゃ早速面接を始めさせてもらうよ。はい、よろしくお願いします。ストロベリーの店長からの紹介だったが、それで優遇するつもりはない。そのことを承知しておきたまえ。ええ、もちろんです。あの店長、話違うじゃねえか。面接は形式だけって言ってなかったか？しかし、紹介されただけあって、良いがたいしてるね。それならしっかりうちでの仕事も務まりそうだ。はい、ありがとうございます。それじゃあ、まず君の志望動機だが、社長のお人柄の評判を聞いてとあるが、ストロベリーの店長からかね？私のどういう評判を聞いたのかな？いきなりこうなっちゃったから。評判なんて聞いてないけど、うまく答えないとな。どうなんだ？私はどういう人物だと聞いたのかね？決断力の優れた素晴らしい経営者だと伺っております。ほう、ふうふう、なるほど。確かに自分でもそういう自覚はある。
そしてそれが君の志望動機だとすると、私もますます頑張らないといけないな。いえ、そんな。私はね、一代でこの会社を創業したんだ。今に至るまでいくつもの大きな決断をしてきた。今日は君の採用を決断できるといいな。はい、よろしくお願いします。おお、いい調子。これは採用間違いなしじゃないの？ところで篠田君は出身は東京だね。名古屋にはもう長いようだが、ずっと風俗ライターをしていたのか？ええ、まあ、それで細々と食いつないできたんです。収入も一定したわけじゃないだろうな。ずいぶん苦労してきたんだろう。もう風俗ライターはこりごりかね？私は自分の仕事には誇りを持っています。選んだ決断を後悔しないように生きてきました。ほう、なかなか言えるセーフじゃないな。思った以上に骨のある男らしい。ストロベリーの店長が君を紹介してくれたのも、そういう品田君を見込んでのことなんだろう。あの人には感謝しないといけないな。私も店長には感謝しています。社長とお会いできたのは彼のおかげですから。抜け目のない男だな。年寄りを喜ばす術を心得ている。いや、そんな。いける。この面接はもう成功したも同然じゃないか。ん？君、この履歴書の趣味特技の欄だがね、なかなか面白いじゃないか。はい。野球のバッティングとあるが、どの程度やるのかね。バッティングセンターにはよく通っています。確かに肩や腕にいい筋肉がついてるな。きっとうちの仕事にも大いに役に立つだろう。そうですか。一つ聞いてもよろしいですか？秘書を探していらっしゃるということでしたが、肉体労働的な部分があるんでしょうか？その件については後で説明するつもりだ。ふふ、君はどんな業務内容になるのか心配してるのか？自分に務まる仕事なのかと思いまして、少し心配ではあります。いや。大丈夫かどうかはこの面接で私が判断する。その点については私を信じてもらおう。はい、失礼しました。とは言ったものの、本当に秘書の仕事なのか？さて、そろそろ勤務も伝わってると思うが、この会社は私が創業したワンマン会社だ。こうした採用面接にしても、全て私がこうやって直接面接の上で決めている。そういった組織である以上、社員になるには私に絶対の忠誠が求められると思ってほしい。言ってみれば私は親、社員は子供の関係だ。そこで一つ答えてもらいたい。品田君は私を絶対の親として従えるか？どんな無理難題でも私の要求に応じる覚悟はあるか？おいおい、なんだかヤクザみたいだよ。もしかしてどっかの組のフロント企業なのか？引き返すならこれが最後のチャンスになるかもしれん。どうだ？私への絶対服従を誓えるか？誓います。よし、よく言った。品田君、今日から君はうちの社員だ。え？もうこの場で決定ですか？私はワンマン社長だと言ったはずだ。私がよしと言えばそれを止める者はいない。つまり決定だ。給料については任せておけ。文句を言うような額は絶対にしないぞ。マジか。やっぱりなんかやばい会社のような気がする。それでは品田、今この時からお前は私の秘書だ。早速仕事をしてもらうぞ。何をでしょう？それはついてくればわかる。ここは、ふふ、ここが我が社の社長室だよ、品田。社長？ちょっと待った。あんた何する気だよ。いいからお前も脱ぎなさい。ふふ、私の命令に服従を誓ったはずだろ。さあ、恥ずかしがることはない。あんた、そういう趣味か。冗談じゃねえ。俺にはそういう趣味はこれっぽっちもない。ああ、だからこそゾクゾクするんだよ。お前のような男をこれから私色に染められるかと思うとたまらん気持ちになるんだ。ああ、品田。一目見た時からずっとこの時を待っていたよ。くそ。それじゃさっきの面接は茶番か。何話そうがこうなってたわけ？その通りだよ、品田。さあ、もういいからおとなしくしなさい。バカ言うな。この話はなしだ。帰らせてもらう。夫婦、最初はみんなそう言うんだよ。だから彼らが私のそばに控えてるんだ。
だが何も痛い思いする必要はない。さあ力抜いて楽にするんだ。私と一緒に天国に行こう。なんて会社だよ、まったく。ここの社員はみんなこんな目に遭ってきたのか。おお、戦う。あれだよ、よし、こっち直せ。よし、あれだよ。ちょっと何人かやっつけ。 OK、 社長が一番弱い。一気にやっつけるか。おい、さすが私が掘り込んだ男だな、篠田君。気が変わったらぜひうちに。変わんねえよ。わかった。それじゃこれは退職金だ。これで一つ穏便に済ましてくれたまえ。もう3万円もらいました。やっと17円しかなかったですからね、篠田。まったく、なんて無駄な時間を過ごしたんだ。はい、これでレベルもアップしましたね。振りほどき強化、敵に捕まれた時に振りほどきやすくなる。王者の加護、武器攻撃で敵にとどめを刺すと獲得できる経験値が増加する。なるほど、武器使うのがいいですね。はい、ということで今回のサブストーリーはこれか、品田の就職活動。真面目に働こうとするとこれだ、参っちゃうよっていう方ですね。はい、はい、それでは今回ご視聴ありがとうございました。はい。